皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学平面図形の1回目は直線と記号というタイトルで主に言葉について学習します。では始めます。ここに図が書いてあるんですけれど、これは点 A 点 B を通って両方向に限りなく続いているまっすぐな線、これが書いてあるんですね。つまり A の方向にもずっと続いているし、 B の方向にもずっと続いていると、こういう線です。このことを直線 AB と言います。これを直線 AB とこのように呼びます。これに対して直線 AB のうちの点 A から B までの部分、ここですね、これを図にしたものがここです。この点 A から点 B までの部分を、これを線分 AB とこう言います。線分AB ですね。このように呼ぶんですね。そして次は点 A を端として点 B の方向にずっと限りなく伸びているまっすぐな線、ね、A から始まって B の方向にまっすぐずっと伸びている線ですね。これを半直線 AB、 こう言います。半直線直線 AB ですね。もし B を端として A の方向にずっとまっすぐ伸びていたら、これは半直線 BA とこう呼びます。さて点 A と点 B、 ここのところにいくつかね線が書いてありますね。 A と B を結ぶ線がここでは3つ書いてあるんですけど、この線とこの三角形みたいに作っている線、そして線分 AB、 この3つが書いてあります。この線のうち長さが最も短い線分 AB、 この線分 AB の長さを2点 AB 間の距離、こういうんです。 A と B を結ぶ線が何本も書いてあって、そのうちの線分 AB、 この長さね、まっすぐな直線の一部分ですよね、線分ですから。この線分 AB の長さが2点 AB の距離になるんですね。2つの線が交わる点、この点ですね。ここでは線がこう交わっていますけれど、ここの点のことです。この点のことを交点と呼びます。交わる点、交点です。図ではここの点が交点とこうなります。そして2つの直線が交わってできた角、これが直角、つまり90度の時ですね。ここでは直線 L と直線 M がこのように交わっていて、ここが90度になっている時、この2つの直線は垂直であると言います。または垂直に交わっていると、垂直である、または垂直で交わっていると、こんな言い方をします。これを記号を使ってまず Lを書いて、次にこんな印を書きます。そして M、 こんな風に書くんですけれど、これを L 垂直 M と読みます、ね、L 垂直 M とこのように読むんですね。この記号を覚えてください。そして線分
AB があって、その間に点 M がありました。この時 AM イコール BM の関係にある時、つまり A から M までのこの長さと B から M までのこの長さ、この長さは等しい時ですね。ちょうど真ん中になっていますよね、点 M が。この点 M を線分 AB の中点とこう呼びます。ですからちょうど長さがこちら AM と BM も同じだったら、ここの部分は中点と、このように呼ぶので、この名前も覚えてください。今回は直線と記号ということで、この図形の中で使う言葉、平面図形の中で使う言葉についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。